メルセデスベンツ SLR マクラーレン。メルセデスベンツ SLR マクラーレン。メルセデスベンツ SLR マクラーレンは、ドイツの自動車メーカーであるダイムラーが、メルセデスベンツブランドで生産していた、スーパーカーである。SLR マクラーレンは、モータースポーツの最高峰、会一でジョイントする、メルセデスベンツとマクラーレンが作り上げた、スーパーカーである。 SLR の名は1955年に活躍した 300SLR にちなんだものでバタフライドアや海一のノーズコーンを連想させるフロント周りなどのディテールが特徴である。イギリスマクラーレンの専門工場にてハンドメイドにより生産された。6バージョンがリリースされ2009年5月をもって生産を終了した。 同時に市販車に関する両社の共同事業契約も終了となったため直系の後継者はない。その後2010年6月により一般的な構造と製造方法により初の AMG 専用モデルとして SLS-AMG が事実上の後継者としてメルセデス・ベンツより発表されているがこのモデルのモチーフは回一夜 300SLR ではなく市販車の 300SL である。 2003年のフランクフルトショーで登場し、2004年10月から日本でも発売が開始された。その当時の価格はも775万円。エンジンは AMG がこの車のためだけに開発したスーパーチャージャー付きの5.4リットル V8 で 626PS を発生、で時速100キロメートル加速は3.8秒である。これはフロントエンジンながら ランボルギーニムルシエラゴやポルシェカレラ GT に匹敵する値である。一方でトランスミッションは競合車種が MT やセミ AT であるのに対して SLR マクラーレンはメルセデスベンツの他の車種にも搭載されている5足 AT を採用している。これは競合車種よりも EG ドライブが可能であることを表し普段から S クラス向けなどで 大トルクに対応する AT を開発している、メルセデスベンツならではの特徴とも言える。ボディはカーボンコンポジットを主体としたモノコックであり、軽量化と光合成に貢献している。また、エアブレーキ機能を採用しており、時速 120km 以上からのブレーキング時に、リアウィングを跳ね上げることで、空気抵抗とダウンホースを高め、 車両の安定性とブレーキ性能を向上させている。2007年5月、SLR ロードスターが登場、8月に受注が開始され、9月には生産が開始された。左ハンドル車のみの設計であった。また、日本では、マイバッハ同様、各ディーラーではなくメルセデス・ベンツ日本が顧客に直接販売していた。 スーパーチャージャー付き5.4リットル V 型8気筒、サイチェシーエンジン、626PS、79.5kg、M、5速 AT、駆動方式は、FR、0時速 100km は3.8秒で、価格は5、985万円。カラーは、シルバーとブラックの2色のみ展開、それ以外は、スペシャルオーダー。 日本での正規輸入されている台数は22台。2006年のパリサロンで高性能バージョンが発表された。722は1955年ミルデミリアで、スターリングモスが 300SLR で優勝した、サイのカーナンバーで、スタート時刻の午前7時22分を表す。世界限定150台の販売。専用のスポーツサスペンションやカーボンエアロパーツが装備される。 価格は6、300万円。エンジンは、スーパーチャージャー付き5.4リットル V 型8気筒、サ最チェシーエンジン、650PS、8 3 6キログラム、M となり、0時速1 0 0トルは3.6秒、マイナス0.2秒最高速度は、時速3 3 7キロメートル、時速3キロメートル。駆動方式は FR。2007年5月に登場した。 SLR マクラーレンのオープンモデル。性能は SLR マクラーレンのクーペモデルとほぼ同じである。ソフトトップの開閉はセミオートマティック機構を採用し、フロントウィンドシールド上部のロックを解除し、センターコンソールのスイッチを操作すれば約10秒での開閉が可能である。また、ボディ剛性の確保と横転時の安全確保のため A ピラーを補強し、 シート後部にセーフティロールケージを装備する。その後方には、オーブン時の風の巻き込みを防ぎ乗員の快適性を保つドフトストップを新たに装着している。価格は7、0円、税込みで、クーペモデルよりも約1、0円ほど高価。2009年に登場した722のロードスターバージョン。エンジンパワーなども同一で、加速性能。 最高速度も、ほぼ同一の数値をマークする。722をベースとした、ワンメイクレース用モデルで、メルセデス認定の元レーマレック LTD、シにーより21台が製作された。2009年の北米国際オートショーにて発表された75台のみの限定車で、同年の6月から10月にかけてデリバリーされた。購入資格は、SLR のオーナーに限定される。 往年のレーシングカーである 300SLR W196S をデザインイメージとしており、ルーフとフロントウィンドシールドを省き、約 200kg の軽量を実現したスピードスタースタイルである。なお、このモデルでメルセデスとマクラーレンによる共同製作は終了とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。